この番組はライオン油脂、ライオン歯磨き、桃屋蛇の目ミシンの提供でお送りします。あの時のトップアイドルを目取った人ですからね、うん、目取ったはあ、それあの人は私もよく知ってますけども、イメージの歌を根本から覆されたであろう、うん、なんて不自然なんだろう、ね、ほんまに自然やねん。なるほど、そうですよね。あの離婚するときに砂の家歌作ったでしょ。あれは怒ってやりましたね。あ、気に入らないんですか。気に入らない。崩れかけた砂の家。あ、やっぱ生活がそのまま歌になるんだ。そうなんです。あ、なるほど。あ、それやっぱ気に入らないんですかね。いや、でも離婚のテーマソングで誰でも気に入らないでしょ。そうですよね。はじめ隣の町のお嬢さんで口説いといて、最終的には砂の家崩れ落ちて。本当にね、その浅田さんとね、はい、こう別々に暮らすようになってから、はい、いろいろ変わったんですよ、いろいろ。え、まず浅田さんすいません。だからそれを自分に素直に、自然に生きてるっていうことはなんて不自然なんだよ。加藤さんが何か物を話すと、今までに数多くレコードになってるじゃないですか、はい、歌が、はい、それをもう全部背中にあるから、なんか言葉がさ、一つ一つがうんうんってうなってしまうんだけど。でも あれでも歌ね、歌は嘘ですよ全部。1秒1秒人間ってのは進歩してるから、1秒前のことを違ったこと言ってもいいんです。そうそうね、うん、当たり。そう、勘で言ったのか今。その通りですよね。そうです。あ、参りましょうか。このいつか町だったらの話になりますけど、21年前ですよ。もう21年ですか。21年前。その時いくつだったんですか。俺24です。24から5ですね。あ、22年前か。あ、ごめんなさい、22年前です。22年前、で俺たちの勲章っていうと、そうです、亡くなった松田優作さんと刑事ものやってて、はい、変な刑事2人のね、これで拓郎さんが曲を作ってくれるって聞いた時は、嬉しかったですよ。本当ですか。本当ですよ。俺普段でも下駄履いてたんですよ。やって、それちょっとさ、今日頼むから、未だに僕のことをみんなが下駄を履いてると思ってるっていうね、これは声を大にしてどのカメラに向かっていいんだか分かんないけど、本当にね、違うって言いたいわけ。
いやだって拓郎さんはほらやっぱりあの下駄を鳴らしてって釜屋さんだそれ歌作っただけで、僕は下駄履かないしここにタオルなんかぶら下げて歩かないですよ、六本木を。みんなそう思ってて、六本木 のブティックの女の子が、あら今日下駄じゃないんですかなんて言われてなんで俺が下駄なんか履くんだよっていう。それ君は履いてたでしょ。そうです。俺たちの勲章あれで、あれでちょっとバッチバチやったんですよね。あの刑事ドラマで、うちの妻のことを言いたいんでしょ。いや違います。そんなの知らない。それ聞きたい。何ですか何ですか何ですか。何を言う。ちょっとごめんごめん。何ですか。この人うまいね。こんなの言ったんですよ。ゆうさんと奥さん取り合いしたんですか。それ僕知らなかったですわ。知ってるくせに。さあ洗いざらい全部ぶっちゃけてもらいます。そもそも事の始まりは1975年、松田優作さんと共演したドラマ俺たちの勲章でゲスト出演した五十嵐純子さん、後の雅俊さんの奥さんをめぐって優作さんと一悶着あったそうです。本当ですか。いや進めんの話。もちろん。いや そういう、まあもう妻がゲストで来たんですよ。俺たちの勲章に、はい、で松田さんと会っている時に来て、今度出る五十嵐純ですって言われて、はいはいはい、で俺らってあの頃結構突っ張ってて、はいはい、こう出てたら、とかみたいな、なるほど、はい、口よろしくお願いしますって、まあ、とかつってたんだけど、はい、もういなくなってから、かわいいねかわいいね。そういう、それでやっぱり可愛かったんで、可愛かったんで、どうしても増田さんとこう、あのそういうね、あのことになっちゃうんですよ。でセリフ以外はもう本当に会話しない。それちょっとだけ1ヶ月くらい。僕はてっきりとかもっとこうプロとしての演技のなんか褒めてたと思ったら。ちょっと早いですけど、この人がね、僕たち夫婦をねこうくっつけたんですよ。嘘。本当。本当？え？この人がある晩とあの僕に電話かかってて、タクロウさん、タクロウさんの好きなあの子と今一緒にいるんですよとか言って、うん、あそうか、まさかちょっと押さえとけやとか言って、で僕は押さえてもらってそこへバッと早く駆けつけて行って、うん、で紹介してもらってちゃんと、でその晩からこうできちゃって、この人は僕たちあの夫婦をねくっつけちゃった。本当に本当なんです、これ本当の話。夕方からね、朝8時まで飲んで、それで雅俊君がね、それからと彼は撮影があったの。で彼は撮影に行って、行く前にね、タクロウさんホテルとか行っちゃいなさいとかって僕に言って、ありがとうなんて言いながら。というわけで本日は「うさまとりあえずとみけん」
コミュージティの実家には120種の施設を読んでました、人間の顔について一言。人間の顔には彫りの深い顔、彫りの浅い顔というのがありまして、まあ、できたら彫りは深い方がいいというふうに僕は思うわけですから、なんか思慮深そうな、いつも何かを考えていそうな感じという雰囲気があると。で、彫りの浅い男の方は何も考えてないような、単なるバカっていう感じがどうしてもあると思うんですが、間に合うかもしれない、今な、今の自分を捨てるのは今なんだ。 It's time, Dr. Dacascu. Let me see your Yes, Dacascu Clinic. Dacascu Clinic. 僕は僕なりに自由に振る舞ってきたし、僕なりに生きてきたんだと思う。だけどだけど理由もなく、めいった気分になるのはなぜだろう。思ってることとやってることの違うことへの苛立ちだったのか。だから僕は自由さを取り戻そうと、自分を軽蔑して自分を追い込んで、なんだか自由になったように生きがっていたのかもしれないんだ。間に合うかもしれない今なら、今の自分を捨てるのは今なんだ。間に合わせなくては今すぐ、陽気になれるだろう今なら。大切なのは思い切ること、大切なのは捨て去ること。そうすりゃ自由になれるなんて思っているほど甘くはないけれど、だけど今は捨て去ることで少しくらいは良くなると思えるんだ。間に合うかもしれない今なら、間に合うかもしれない今すぐ、なんだか自由になったように生きがっていたのかもしれないんだ。間に合うかもしれない今なら、今の自分を捨てるのは今なんだ。間に合うかもしれない今なら、間に合うかもしれない今すぐ。